J リーグ T シャツログインボーナス。これ今日のプレゼント。ありがとうございます。ということで楽しませていただいておりますロードトゥ2002の国内編。だいぶね、対戦相手のチーム総合力の数値が上がってきておりまして、我々のこの戦力との乖離、戦力差っていうのがね、開いてきているんです。なんでそろそろね、もう限界が来てるんじゃないかっていうふうに思っています。そんな本日の対戦相手はデンデデーンと、フィールドの貴公子東京さんです。レギュレーションは45分ハーフ、これが一番きついんです。延長戦 PK 戦なしっていうのがね、45分で、勝ってないといけないっていうね。で、ちょっと待って、総合力22万いっちゃいましたか。かなり開いてるよ、22万っつうと我々の 1.8 倍ぐらいあるんじゃないの。 1.8、1.9 倍ぐらい。はい、死闘が続く。そうしましたら戦士たちの大覚醒、こちらをお借りしますね。で、我々は南部大フースバル、先日と同じメンバーね、ラビが、中盤に入っています。では楽しもう。よろしくお願いします。今日はベンチにパーマ入ってます。さあ、よし来い。大事な大事な、相性で言うと負けていますが、いつものようにヒューガ君に、やばい、よし、ここを通す、金ピカだ、ドライブパス、どうだ、よし、よくやった、怖い怖い、よし、よくやった、行くぞ、よし来い。3人、負けない。そっか、ここで吹き飛ばしが全部消えてしまう可能性が大なんですが、行くっきゃない。お願いします。おー、くらえ、打てば決まる、百発百中、これが俺の問答無用天下無敵の乱獣シュートだ。パワーブロックを吹き飛ばす、えらい、随分大変だったと思うよ、パワーブロックを吹き飛ばすのは。よし、よくやった、随分大変だったと思うが、ここまで届いた、勝負、うおー、やったぜ、渾身の一撃、超嬉しい。もう重みが違うからね、一つ一つの成功が。サンキュー。次は相性のいい葵、スタミナが減ってるんでね、成功率はどうなるか分かんないけれど、葵にちょっと遠いか、葵だったらマサオの波動砲に切り替えよう。よし、ここを通す、行け、ドライブパス、よろしく、怖い怖い、すぐ捕まる、行くぞ、やばい、止めてみせる、くんのすけが来た、見すぎ、くんのすけがやってきてしまった。まあでもここは行くしかないな、勝負だ、やるしかないな、パズオ、よし、行け、エース、サイン、華麗なパスカット、これはパスではありません、いけ、勝負、相性、よし、
まだでも全然油断できないから、ゴールキーパーのスタミナがちょっとでも減ったら危ないからね。簡単なシュートでも決まっちゃうと思うんでね。相手してやるぜ。行くぞ。勝負はここからだぞ、みんな。来た、シュート。これが一番嫌だ、シュートが。よし来い。頼むぜ。セーフティーゾーン、必ず止める。エリア外。行くぜ。しかも半額セール。上がれ上がれ。勝負だ。負けない。よし来い。青い。よし、ここ落とす。行け、ドライブ。このね、通常のパスカットが怖いんです。危ない危ない。うわ、和歌山くん、ディフェンス3人。美杉さん相手に俺の実力を試してやる。簡単には抜かせないよ、青い。まだ半額セール中でございます。決めます。股抜きシュート、金ピカ。渾身の一撃、渾身会。走れ。カズオー、うわー、吹かれた。でもよくこぼれ球を拾ってくれた。ああいうね、セカンドボールを拾う動きがね、うちの場合とってもね重要になってきます。そうしたら、うん、そうだね、ここは遠慮なくキーパーもリフレッシュしよう。んで6、そうだな、サルーのとこかな。うん、で消耗してはいるけれど、ここをこう変えるか。うん、こんなところでしょうか。うん、頑張ろう。イタリアでのニックネームは恐怖のレッドストッパーだ。お願いします。パスカッター、届かない。受けて立つ、勝負だ。よろしく。でかい。行くぞ、オールアタック。相手ボールのキックオフからすぐ奪う。これでかいのよ。勝負だ。負けない。さてと、走れるか。ちょっと前目にこの辺。よし、ここ落とす。いけ、ドライブパス。どうだ。三杉くんのドライブが強烈でした。どんまいどんまい。え、こんな、あ、そうかそうかそうか、ナイス。むしろナイスナイスナイスプレー。そしたら、そうだな、角度がついてるからな。と言っても普通にパス出しちゃうと確実にカットされちゃうんで、そういう悔しい思いたくさんしてきたよな。なんで計画通り、こっからシュートだ。決めまーす。股抜きシュート。渾身の一撃。ナメプレー。相当減衰するんだね、やっぱりね。でも普通にパスセンタリング上げてカットされる、そういう場面になってしまうよりかは悔しさはないね。俺のマークからは逃れられないぜ。カミソリタックル。サンキュー。逃げようサイドに。すげえ、三杉くん来た。絶対カットするだろこれ。あ、こうなった、ラッキー。さてと、温存なんだよな彼は。な、できれば温存したいんで、ワンツーリターンとかやってみるか。
もらい。しゃあない。ダビー。俺の前で好き勝手にはさせん。おめおめと決められた。サンキュー。よし。絶妙なるクロス、これで、吠えます。間違いなく吠えます。あの男が吠えてくれます。なんでヒュガなんだと。そう、僕も思った。本間くんっぽいね。来たよ来たよ来たよ。急ぎ、くんのすけが。誰も追いつかない、誰も追いつけない。なんという独走。そしてそのままスーパー至近距離。よし、お前の本気 GGK キャッチ行ってみよう。勝負はここからだぞみんな。スーパーサブ、ここで得点されてたまるか。えらい見すぎ、よく防いだ。ということでやりました。みんなよく頑張りました。やったぞ。ほんとそんな心境です。翼こんばんは。初回クリア報酬、スタートがねとっても良かった。協力ありがとうございました。こんばんは。ということで次は王者への挑戦。王者神戸へこの展開は全く予想していなかったんですが、お時間的にどうなんでしょう。今日はここまでにしようか今日はね結構配信環境を変えていたりするんでね、一応ねどういう取れ高になってるのかチェックした上でね次に臨んだ方がいいと思いますのでね、今日はここまでにしよう。ありがとうございました。楽しかったです。